グレートアメリカアゲーン。これね、まあさっき見てたタバコのパッケージに書かれてるこのなんだっけ、ネイティブアメリカンというか、まあ、アメリカ先住民のあのイラストなんだけど、これ日本人のグラフィックデザイナーがあのこのパッケージのデザインしたらしいんだ。何人か数人かで。で、まあこのタバコっていうのはアメリカのタバコなのか日本のタバコなのかっていうのはよくわかんないんだけど、なんかまあグレートアメリカアゲーンとかや偉そうにトランプ元大統領がドナルド・トランプとかいうクソ野郎が言ってるけど、あいつなんかアメリカは白人の国だったみたいなとでも言いたげなやつだろうって、そんな言われあんの、もともと住んでたやつって誰だっけっていう話よ。でな、まあこの前の動画の最後の方で俺ゲンジナっていうかゲンジナじゃないんだよ、あの名字の遡ると古文書っていう、まあ人が、まあ俺が死んだりしたらまあお寺に帰るわけなんだけど、お寺の古文書とかを開いて山本のこう先祖が開いて分かるので、俺は清和源氏っていうジャンルのね山本さんっていう山本らしいんだけど、じゃああの政治の清和と違うの一緒ことなのっていうと、まあ安倍晋三さんとか清和会自由民日本国自由民主党清和会っていうところに属してて、安倍派っていうのがあったんだけど、アメ派？それアメリカンハードコアパンクのことかな。アメ派って安倍派ね、安倍派。まあそのもともと清和の名字って、清和源氏の名字っていう名字のジャンルである、あのお寺にあのお寺の古文書っていうのを開くと、まあそれっていうのはお寺のお坊さんっていうのはそういう全部人のルーツっていうか、まあ、根っこね、あのご先祖様のことが分かるようなあのそういう、まあ、昔の書物っていうかその記述記録が思ってるところだから、日本のシステム上ね、だからお寺のお坊さんっていうのはそういう出身差別っていうのをあのしちゃいけないような、そういう心の広い人がお坊さんには多いらしいんですけど、あのまあ俺の例えで俺は清和源氏の山本っていうジャンルだから、まあ自分のことを言うにはまあ自分を出身差別するとかそういう問題じゃないから、まあ自分のことを語るんだから人のことを憶測や偏見で語るわけではないので、清和源氏について話すと、清和源氏っていうのは、まあ、昔の時代の安土桃山以前だったりとか室町とか分かんないな、鎌倉時代か分かんないけど、まあ大昔にね、まあ、江戸時代より昔だよ、まあ、時代劇にあんまりなんないことが多いけどね、大河ドラマ以外に、まあその清和源氏の清和源氏ね、うん、だから源氏、清和源氏のジャンルの人たちっていうのはまあルーツをたどれば渡来人なんですよ。だからまあ俺は日本国籍持ってるから日本人なんだけど、まあその時代にはまあ在日渡来人だった。でまあ朝鮮半島の方から渡来してきたジャンルの人たち、清和源氏の山本さんって。その時代はあの渡来人だよね、まあ純粋な日本人ではなかったんだけど、まあ長年住んでて国籍があるんで、まあ今日本国籍っていうことなんだけど、そういう人、まあ いつの時代に日本人になったかなんて、そんなことはまあ今日本国籍持ってれば全員日本人だから、あの見た目であの全くアフリカ由来の人なのかなって、見た目の人でも日本人いるでしょ、そういう人たちは、あいつ日本人じゃねえからよとかいう、よくわかんねえ、なんか
ルッキズムって言うんだけど、見た目で偏見とか差別とかすることはちょっとおかしいんじゃないかっていうなんか流れにだんだん修正されてきてるんで、まあ俺の顔つきが日本人なのか渡来人なのかっていうのはよくわかんないけどね。まあ、ああなるほどね。それ結構あのそうまああんまりこだわりなさそうなあの性格なのかなとか思うけど、まあ安倍晋三首相を率いる自由民主党の中の清和会というか安倍派の連中っていうのは、じゃあ渡来人に優しかったかっていうと、ネトウヨっていう、ね、ネット上の右翼発言を繰り返しつつ、あの人たちっていうのは実はあの仕事のないニートさんっていうかな、まああの当時景気が悪かったんで、今もあんまり景気良くないから、あのニートにアルバイト料で1行何円とかね、何行何円とか、まあ1行か2行払書けば2円か10円か分かんないけど、そのバイト代を払って、であの右翼的発言をさすアルバイトをさせてたんで、まあ仕事のためにネトウヨさんたちはやってたっていう、であの数年前のね、ネトウヨさんっていうのはバイトさんなの、あのお仕事でやってたんだから、イデオロギーとかの政治的思想があってああいう発言をしたわけじゃなくて、まあ仕事としてはお金のために嫌なことでもしなきゃいけないから、それはこの人たち気の毒だなとか思ってたんだけど、まあネトウヨ発言の中には在日外国人をかなり排外意識のあるような発言、お前ら日本人じゃねえんだからこっから出ていけよっていうような、まあ、日本から出ていけよ、お前なんか日本人として認めねえとか、そういう発言をバイトをやっとさせてた。だから俺はあの清和源氏の山本として自由民主党の清和会のそういうネトウヨバイトを雇うっていう、そういう雇用するっていうね、バイトさんを雇用するっていう、ああいうシステムどうかなとか思ったんだけど、まあ過去の昔のアカウントで私がね、ネット右翼の人たちに対してひどいことを申しましたけど、まあお仕事のために仕方なくやってたんで、まあ許してくださいね。まあそういうことで、まあ政治家だから安倍晋三さんも多分あの字の安倍でしょ、あのまあそんなこと言っちゃ悪いんだけど、憶測でしか語ってないから今ね、あのスペキュレーティブトークだから、あの安心っていう字に、あの部長さんの部っていう、あの安倍さんって安倍の生命っていう、あの陰陽師っていう、まあアニメに出てくるのかわかんないんだけど、アニメあんまり見ないんで、あの家にテレビがないからね、あとちっちゃいことはあんまり普段生活してなかったから、まあ占い師の安倍の生命っていう人のあのまあ魔術師っていうのかわかんないけど、まあどういう扱われ方をしてたのかわかんない、政治とかなり深く関わってた、あの人、あの陰陽師の安倍の生命っていう人はあの清和源氏の人なの、どっちかってジャンル的に、ね、あのルーツ的にで、だから在日の渡来人の人たち、まあ、朝鮮半島から来ていた人たち、まあ実際安倍晋三首相もあの韓国由来の親戚の人は結構じゃないといくつかいるんだよね、うん、だからまあ右翼っていう思想って、右翼っていうのは日本人オンリーっていうイメージあると思うんだけど、俺ら昭和おじさんや、おじさんだからもうだいぶ54歳ってなると昔のことを知ってるから、昔の右翼団体の人たちっていうのはかなり韓国っていうか朝鮮半島の人と仲良かった、交流がすごく強いものがあった、だからあの在日外国人出ていけとか、まあそれお仕事上、ビジネス関係上の経済を盛り上げるためにそういう
役者さんじゃないんだけど、演技をアクターじゃないんだけど、そういうことをしちゃえばもう世の中世論が動いちゃうんで、結構便利だなっていう、みんなの感情をコントロールできるじゃんっていう、そうすればお金儲けのために商売飽きないだから、飽きんぞ、儲かりまっかぼちぼちでなみたいな、そういうつもりでやってただけで、別にそうなんだ。だからネット右翼って言って、ネット右翼の人たちもお仕事なかったことでね、ニートの人たちがね、一行授業か数行ないやんのバイト料もらって一生懸命書いてたんだな。そうそうそう、だからまあそれに関してもいいかな。で最近俺こっちに引っ越してきてから、子供の頃は西日本にいたんで、大人になって関東地方30年前ぐらいかな、来たんだけど、もうその頃は駄菓子屋さんとか行かなかったから、近所に駄菓子屋さんあったんで、関東で、うちの田舎ではあんまり見かけない駄菓子っていうのを探してみようって、これあったな、あんずぼう、これはうちの田舎では見たことないのかなと思って、あんずぼうね、これ結構大人の人も凍らして、なんかお酒の味付けに使ってもいいよ、そんな教えていただいたんですよ、駄菓子屋さんのご主人。どんなもん、あんず、こしあんずと加藤ぶどう糖が原材料で、添加物がクエン酸香料、漂白剤って洗濯物のとか思うんだけど、まあ、アリウ酸塩、原料以外って書いてるから、まあ、アリウ酸塩っていうのは、まあ、いわゆるメンマ作る時にも入ってるし、ワインにも結構入ってる。オーガニックワインにはアリウ酸塩使わないようにしようねって言うんだけど、まあ、いわゆる、ある程度防腐剤的な、こう、日持ちがするようにしなきゃいけないんで、あと発色とかね、アリウ酸が入ってるんで、まあ普段の生活で意外と口にすることはいいんだけど、ワインでそういう防腐剤というかアリウ酸を使わないと、ちょっと音楽入れるからちょっと空白部分ちょっとその間 BGM 聴いてて、だから防腐剤を入れないとワインっていうの、まあ、果物を発酵させてお酒になる、腐ったもんだよ、腐るとアルコールができる、腐っちゃう、腐るって言っちゃ悪いんだけど発酵するんだよ、時間が経つとお酒になる、お酒になるとまあ酔っ払うって大人はね、だから子供は飲むと体に利益があるって飲んでダメって言われるんだけど、まあ、それをほっとくとな、防腐剤入れずにほっとくと、アリウ酸、これがすごく入ってるっていう意味じゃなくてね、アリウ酸塩とか、まあ、その他の防腐剤を入れずにワインをほっとくと、実は、ワインビネガーで、を使った料理を食べたことがあるかもしれないけど、まあ、ワインをほっとくと、そのまま今度は酢になっちゃう。お酢になっちゃう。ビネガーになっちゃう。だから、まあ、果物が時間が経つと腐ってアルコールになって、それがマッと時間が経つとビネガーになるけど、だからワインが酢になってビネガーにしたくない場合は日持ち何年もののミントとかフルミントとかいうじゃん、保存状態がいい、何百年、100年ぐらい前のね、それ欲しいな、自分の生まれた年の場合は欲しいなって、そんだけアルコール成分を保ちたいってことは、まあ漂白剤じゃないんだけどアリウ酸塩が入ってるってことだ、入ってなければアリウ酸塩かその他他のそういう保存料っていうか防腐剤入ってないとワインがね、ワインというかアルコールでもそのお酢ってある日本の米酢とか、まあ、そこら辺も日本酒をほっとくと実は保存状態によってはお酢になる、ビネガーだから、
アルコールがもっと時間が経って発酵すると酢になる。どんくらいの時間を置いとけばいいのか、保存状態がどうなのかっていうのは各その酒造メーカーや酢のメーカーあの職人さんたちっていうか、まあそこら辺の、ね、技術者たちのノウハウに関わるんだけど、まあ酢は酢を使った料理って子供食べてもいいよね。だからまあ途中経過の腐りかけの状態がワインやお酒とかで放っとくと、だからずっともう放っといてもなかなか酢にならないなっていうのは工業用アルコールとかね、まあ産業用アルコールとかね、エタノールとかメタノールとか意外と長持ちするし、ウォッカなんかも長持ちするのかな、それっぽいなとか思うんだけど、まあアルコール度数にもよるし、他の不純物っていうかアルコール以外のあの外部物にもよるから、アルコール度数が 100% だったりすると意外とアルコール維持する場合があるのかな。それ以外の含有量がある含まれている成分、ね、それがあると結構酸っぱくなる。保存量がない場合、保存量があるとまあある程度常温だったり冷蔵庫入れなくて、でファッション雑誌の、あ、こっちか。L か。L。あ、これはファッション。L。俺、L の初代編集長の、あの、電気映画じゃないんだけど、ちょっと再現映画を見たことがある。潜水夫は蝶の夢を見るかっていう。まあ、L ってフランスのファッション雑誌なんだけど、まあ、見てもらえばわかるけどな。まあ、フランス人の女の子たちは、L っていうファッション雑誌のファンの子が多いの、まあまあ有名雑誌だから。で、まあ、その中でもワインに関するいろいろあるんだ、まあ、あの飛行機の中で席を譲った男の人がイラン戦争の時の人質になっちゃって、数ヶ月か1年ぐらいちょっとあの人質状態だったんだけど、あのそこの人質、まあなんていうの、監禁されてるところでワインの銘柄あったから、結構俺は退屈忍びでなんとかやり過ごせたんだけど、あんな狭いところでずっと閉じ込められてもねっていう、そういうあのシーンがあったりするんだけど、まあ L の、 あの初代編集長の、まあ、再現フィルムというか電気映画、ちょっとある程度脚色はあるんだろうな、現実とは。まあ現実そのままなのかもしれないけど、かなり女好きの編集長で、いろんな女の子と結構なんかデートしまくる映画だったなと。いや、そんなことはない、意外とあの身につまされる、あの体が動かなくなって最後終わっちゃうっていう映画なんだけど、まあそれに関しては介護問題にも絡むような、まあ現在あの目の動きだけで、まあデジタル技術の発展で 目の動きとウィンクね、そういう動作だけであのスマホやパソコンのキーボードを打てるっていう技術あるんだけど、それをまあいわゆる介護士さんと、まあ看護師さんと、まあ、そこら辺の医療チームがそこら辺の開発に携わった、まあパイオニアじゃないんだけど、まあ、そこら辺の走りのチームでかなり強い。だからあの体動かなくなって声も出なくなったから、あの目の動きとこうあの介護士さんがボードにアルファベット書いてここをたどっていくと、ここでウィンクすると、あの、このアルファベットが言ってんだなっていう、めんどくさい作業を、あの、大昔にやってて、今もデジタルの、そういうアプリっていうか、そういうソフトかわかんないけど、そういう技術の発展により、あの、体が動かなくて声も出ないように、目のウィンクとこう、
人の目の動きだけでキーボードを打てる世の中になっている、まあそんなシーンもあったりするんだけど、でこれもファッジっていうのも意外とフランス寄りのファッション雑誌なのかな、わかんないな、わかんないんだけど、なんか結構カジュアルなんだけど、まあオーソドックスなタイプのファッションが載ってんだけど、まあこれハマトラにも近いのかな、いやこれをハマトラっていうの、いやハマトラってわかる、それフランクシナトラのシナトラのこととか思うけど、ハマトラファッションっていうのが昔あったらしくて、あの横浜トラディショナルっていうか、トラディショナルのは横浜スタイルで、ハマトラとはちょっと違うから、まあ昔アイビールックっていうのは、まあ俺の田舎でも親父世代で流行ったんだ、アイビールックとモーズファッション似てるな、でもアイビーのやつらはリーゼントしてるし、モーズのやつらもちょっと髪型クリームカットだったりするんだけど、まあハマトラもアイビーの女の子版なのかなとかわかんないな、アイビーファッションのトラディショナルがそういうカジュアルな感じなのかなとか、まあハマトラとは違うんだけど、まあ全く同じではないんだけど、ノリ的にはまあオーソドックスなんだけどカジュアルな普段感覚なんだけど、実際このブランドのものを定価で買うととっても高いからって、どう俺プレゼントできないなと思ってコーディネートだけさ、これで、うん、まあそんなこんなで、あこれね、フランスか、フランスね、フランス語も全く喋れないんだよ、うん、ちょっと昔病院で会ったキヌちゃんにもっぺん再会してフランス語の特訓したいなんて、ちょっと一緒にフランス行かないとか思うんだけど、ちょっとキヌちゃんに連絡取りたいんだけど、ちょっと下心もあんのかなとか思うんだけど、まあそんなにな、俺結構あのエキサイティングな時はあのサイトカイン数値が上がってる時はかなりネガティブなことになるので、あんまりデンゼルもあのキヌちゃんに対応できない場合もあるから、あんまり保証ができない。まあロンドンにイギリスに関しては全く未練ないから、なんか唾つくりゃいいとか思って、ミスタービーンっていうのがあったら、俺がイギリスから帰った途端ミスタービーンが入りました。あれにはもう苦労したぜ。なあ、ビーン、豆っていうのは、さらしもんにしてやるぜっていう意味があって、さらしもんにされてる男っていうのがあって、ああ、このローラン・アトキンソンのミスター・ビーンって、俺のことをパロディでやってんのかな、イギリスの BBC 放送って、ブリティッシュ・ブロードウェイ・ブロードキャストか、ブリティッシュ・ブロードキャストっていう、まあ、英国の国営放送かな。国を挙げてな、国営放送のコメディ番組でな、俺のことを晒し者にしてくれやがったんだと思ってな、許せねえかな。それでまあ最後の大家さんがフィオーナっつったら、フィオーナか、ああ結構別品だったよ、毎回部屋に連れてくるボーイフレンド違うんだけどさ、でフィオーナがまあ酔っ払って帰ってくると俺にベロチューしてくるんだよ。いやー内心嬉しいんだか嬉しくねえんだかわかんねえんだけど、俺としてもね。だけどまあベロチューされた相手って言ったら、まあ、17歳18歳の頃だ。フィオーナ、ああフィオーナか、フィオーナ、まあカイリー・ミノーグとかテイラー・スウィフトみたいな面の女だったよ。でまあ毎回部屋に連れてくるボーイフレンド違うんだけど、そういうお仕事なのかなとか思ったんだけど、わかんないな。まあ俺もちょっとお世話になった方がいいのかなと思ったんだけど、まあ俺にはルームメイトがいて、何人かな、あの日本人のルームメイトもいたし、
アフリカから来たね、ケニア人かナイジェリア人か、ケニアとナイジェリア全く両極端やん、もう西と東だから全然ローカル的に全然違うじゃんっていう感じや。どっかからの留学生いたの、アフリカから来たその女の子が、あんたの部屋で一緒にテレビ見たいんだけどって言って、なんかちょっと嬉しかったんだけど、どう答えていいんだろう、これ部屋のルールとしてこれ入れていいのかなと思ったら、フィオーナに邪魔されちゃったんだよね。俺にベロチューしまくるフィオーナに、あの子、あのアフリカの女の子とキスしたいとか言って、ちょっと意地悪な質問してくるんだよ。だから10代後半っていうのはちょっと、なんていうの、天の弱っていうかさ、なんか正直に、あ、俺あのどっかアフリカの留学生の女の子とちょっとデートもしたいし、部屋に来るんだったらいちいちしたいなとか正直に言えない、その心理状態をね、心理学熟知してる女の子や男の子、まあ恋愛の駆け引きで、恋愛駆け引きでするやついるじゃんな。心理学の授業は取ってなくても、そんなの上手なやつたくさんいるから、まあそれで、俺はちょっと天の弱な気分になっちゃって、うーんとか思って、俺そんなーとか言って正直に言えなかったっていう意地悪をされたから、もうフィオーナもあのカイリー・ミノーグやテイラー・スウィフトには悪いんだけど、フィオーナの嫌な思い出があるんでテイラー・スウィフトやカイリー・ミノーグを見るとなんかごめんなさいね。別にあのテイラー・スウィフトやカイリー・ミノーグには一切あの罪はありませんの、ございません、あの悪いところありませんので許していただきたいっていう感じです。